白パン白パンは英語でそのままホワイトブレッドとも呼ばれて通常小麦粉に生成する一環で小麦粉全体からふすまと肺画層が除去された小麦粉から作られたパンを刺す。ライ麦を使った黒パンに対して使われる場合もある。白パン用の小麦粉の製粉プロセスは全粒穀物から天然油を除去することにより白パンの貯蔵寿命を伸ばすことができ。 油を取り除くことで、白パンのような小麦粉で作られた製品を長期間、保存、産廃の可能性を回避できる。白パンに使用される小麦粉は、中素酸、カリウム、アゾジカルボンアミド、二酸化塩素ガスなどの化学物質を使用して、さらに漂白され、わずかな自然な黄色の色合いを取り除き、そのベーキング特性をより予測可能にする。しかし、これは EU では禁止されている。 また一部の小麦粉漂白剤は他の国でも使用が禁止されている。白パンはイギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国や米国、カナダなどあらゆく国で作られていて、米国では消費者は白パンをサンドイッチパンやサンドイッチローフと呼ぶことがある。日本で一番よく見かける白パンは食パンである。白パンには 全粒粉パンに含まれるマグネシウムは1、2になっており、一般的に栄養密度が低いと考えられている。バイスブロート、バイゼンブロート、またはバイスブロートとは、ドイツの白パンのことである。バイツェンとは小麦、バイスとは白という意味で、大きいものはブロートブロと、小さいものはブレートヘングルッチョンと呼ぶ。ドイツパンは、ライ麦粉をブレンドするものが多いが、このパンは、 小麦粉90%以上の配合で作られる。発酵には、フランスパンと同じくパン酵母が使われるが、油脂、牛乳、砂糖などが入れられる。そのため、似たようなリーン系フランスパンと比較すると、クラストが少しサクサクと仕上がる。大麦パンより、日持ちがしないので注意が必要である。寒冷なドイツでは、北部は大麦、南部は小麦の栽培が盛んであり、 白パンはバイエルンなど南部を中心に食べられていた。また、イニシエより白パンは富裕層や高貴な身分のものであり、庶民には晴れの日にしか口にできない遠慮いものだった。長い食糧危機の時代を経て、第二次世界大戦後の復興が軌道に乗った頃に起こった食文化の変化で、白パンは全国的に食べられるようになったが、 昨今の健康志向の高まりでライ麦の混合比が高いものに回帰しつつある。バイゼンブロートに関するカテゴリー。ありがとうございます。